皆さんこんにちは。ヌンチャクパフォーマー頑張りまするガンバマサルです。さて、今回なんですけども、僕がですね、お願いしていた特注のヌンチャクが届きましたんで、それちょっと紹介していきたいと思います。それがこちらです。でん、はい、今見た方、うわちっちゃー、ヌンチャクなのそれって思った方いらっしゃると思うんですけども、はい、れっきとしたヌンチャクでございます。はい、これなんですけども、僕と一緒にですね、全日本フリーサルヌンチャク連盟っていう団体のですね、運営員をやってくれてる、ヌンチャク職人のゆうきさんに作ってもらったものになります。そのゆうきさんはですね、ヌンチャクの先生、パフォーマー、あとはですね、ヌンチャク職人としてオリジナルヌンチャクを作ってます。はい、よかったらね、以前も紹介したんで概要欄に動画貼っときますんで、ちょっとご覧いただければと思います。はい、で、なんでこんな形になったんだっていう話なんですけれども、そう、僕の動画見てくれてる方ご存知だと思うんですけども、もう僕ね、全国あっちこっち行って、そう、観光地をバックにヌンチャクって振ってるんですけども、やっぱあれってね、すーごい気使ってるんですよ。そう、すんごい気使ってます。はい。というのも、ね、僕が使ってるのは基本的に柔らかいものなので、変な話、よく皆さん思ってる自撮り棒とかよりも安全なんですよ。変な話ね。そう、そのぐらい安全なんです。でもやっぱりヌンチャクって武器っていう前提があるので、うわ危険なものを振り回してるとかっていうのはやっぱ旗から見たら思っちゃうと思うんですよね。なので僕そういう風な心配をしてもらいたくないので、基本的には見られないようにやってるんですよ。見られない、もしくは極力見えないようにするとか、そう、例えばね、人がいたとして後ろにその人を置いて僕の背中でこう隠してヌンチャク振ってみたりとか、ヌンチャク回したら、ちょっと、こういう技ね。こんなん分かんないじゃないですか。後ろから見たらね。こんなことやってみたりとか、そう。本当にすごい気をつけながらやってるんですよ。あと、ヌンチャクと認識されないような動きね。とかで工夫してたりするんですけども、やっぱりね、ちょっと心のどこかで、ああ、大丈夫かなーって、そわそわしちゃうことあるんですよ。うん。というわけで、この形状ですよ。はい。じゃあ、ちょっと解説していきますね。はい。で、これなんですけれども、紺の長さがね、15.5 センチぐらい。だいたい。で、紐の長さも15センチぐらいですね。だから全長で、だいたい45センチぐらいになるんですよ。うん。なんでここまでちっちゃくなったかというとですね、僕以前ちょっとですね、コスプレのイベントで、ちょっと武器とかってどういう扱いなのかなって見たときに、たまたまそのイベントが、武器は50センチ未満、みたいに書いてあったんですよ。50センチ未満かな。書いてあったので、そう、あ、そうか。もしこういうイベントに出るときには、長物そのぐらいの長さじゃないとダメなのか。っていうことで、それちょっと短めでお願いをしてみたんですよ。そう。これだから全長45、6センチだから、そのイベントにも引っかからないってことですよね。うん。あと、そう、これはね、紐の長さもね、だいたいこれと変わんないぐらい。そう、変わんないんですよ。そう。だから僕としてもすごく扱いやすい、そう、紐の長さになってます。うん。そしてね、ゆうきさんのヌンチャクといえばですね、安全な素材なんですよ。柔らかいんですよ。そう。なので、その安全性を考慮しているので、その分普通の僕のヌンチャクより太めに なってるんですけども、そう。でもね、これだけね、太ければ安全ですし、これふかふかなんで、はい。誰かに万が一当たっても大丈夫。プラスですね、これ多分ね、出したところで、傍から見て何やってるか分かんないんですよね。そう。あの人、ヌンチャクの人だって。ヌンチャク持ってるっていう前提があれば、ヌンチャクだってなるんですけど、多分ね、これだけやってるとね、ヌンチャクには見えないんですよ。さらに遠くだと、なんかあの人、変な踊りして自撮りでもしてんのかなぐらいにしかならないので。そう。なので、すごくね、見た目的にも安全なわけですよ。うん。あと、もう一個いい点としては、天井低いとこでもね、普通の技が、こうやって、
できるんですよね。なんならリストスピンとかもできます。はい。はい、こういうこともできちゃったりするわけですよね。まあ大体のヌンチャクの技はこれでできると思います。うん。ただ一個言うなれば、まあその昔ながらのヌンチャクでその端っこを持ってる方に関してはちょっとやりづらいかもですね。そう。ほんと紐の、持ったところがもうこれなので、ほぼほぼ紐の付け根のあたりになるわけですよ。だからそういう方はもしかするとちょっと扱いづらいかもしれないんですけども、まあ、どこ持っても大丈夫よっていう人に関しては、このヌンチャクすごく、振りやすいと思います。で、あと重さ言ってなかった。重さはですね、これ今測ったら 103g ぐらい。僕は大体 150g 前後がいいよって言ったりするんですけども、まあ、なんかちょっと軽い。ちょっと軽いんですけれども、まあ、扱い慣れてくれば全然大丈夫です。うん。ていうかね、バランスはすごくいいんですよね。多分ね、ここがない分軽くなってるだけなので、そう。なので実際のね、多分これ切り取った重さと変わらないんですよ。だからバランスはそんなに悪くない。というかむしろいい感じです、バランスはすごく。はい。で、あともう一個すごくいい点がですね、ポッケに収まるんですよ。ポッケに収まるんです。さっき旅先でって話したけど、僕なんかこうガサコソガサコソガサコソやったりすることがあるわけですよ。まあ、で出してる間に人来ちゃったみたいなのがあるんですけども、その心配もない。もうだってポッケに入るんだもん。さだからもうすぐ、あ、撮りたいんだけど、なんかなかなかな。あ、一緒になくなった。よし、自撮りだ。ってできるわけですよね。そう。だからすごくいいの、これ。すごくいいんですよ。はい。で、まあ、ゆうきさんも、まあ、もし振ってみてこれ、感じが良さそうだったら、ちょっと製品化しようかな、なんて思ってたらしいので、はい。皆様ね、よかったらちょっとね、あ、これちょっと手に取ってみたいな、っていう方は、ゆうきさんの、X ですね、まあ、旧 Twitter ですかね、の、リンク貼っておきます。そこで DM 送っていただくとですね、まあ、ね、まあ、一人で作ってるんで、ちょっと時間かかるとは思うんですけども、有料で作ってるので、まあちょっとお願いしてもいいのかなって思います。はーい。ね、じゃあせっかくなんで、まあこのヌンチャクで演舞して終わってみたいと思います。はい。じゃあ参ります。というわけで、最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。